おとといの会見で国民民主党の玉木雄一郎代表は、まあ、かなりその立憲民主党に対して傲慢な発言を繰り返す玉木氏基準にしてもかなり傲慢な発言っていうのをいろいろとしましてでそれに対して昨日立憲の泉代表がいろいろ反論したっていうことがありましたので、まあ、それについてちょっと取り上げていこうと思うんですがまずおとといの記者会見でですね まあ国民の玉木代表は次のようなことを言ったんですね。あえて言うと、立憲が政権を取るのであれば、国民民主の政策を中心とした政策をやるしかないと思いますよ。我々の政策だったらいつでも政権取れますから、原子力産業で働く方の受け皿となる政党を残しておかないと、申し訳が立たない。原発ゼロと言って、原発で働いている人,の人にどう説明するのかっていう。 まあこういう発言をしたわけなんですが、まあ、それに対して昨日の会見で泉代表はえ政権を共にするなら、まあ、政策のすり合わせは必要っていうふうに前置きした上で各政党それぞれ考え方があって別な政党なわけですから一方的に相手に何々を変えろとか何々はけしからんとかいうことは慎むべきと、まあ、こういう発言をしたわけなんですねであとそれに加えて、まあ、泉代表っていうのは昨日の会見で その原発ゼロっていう、そういう文言が立憲の綱領に入ってるのは事実だけど、別にそれはなんか将来的にその原発ゼロを実現するために、さまざまな手立てをやるべきあの、えーそのえー、講じるべきみたいな、そういうあの書き方ですから、別に政権を取ったらすぐに原発を全部停止するわけではないんだから、その玉木さんはあの、ちょっとミスリードな形で、あの立憲の綱領について解釈してんじゃないのかっていうか、発言してんじゃないのかみたいなことを、 言ったわけなんですねで、まあ、まずちょっとこここの泉さんの発言から言うと私はそのすぐにもう自民党からっていうか、まあ、今すぐにですねあの立憲が政権を取ったとすればもうすぐにその政権を取ったもう明日その次の日ぐらいには原発を全部停止できているっていう原発を全部停止するっていうのがやはりあの正しいことだというふうに思いまして。 というのも、まあ、当然もういつ南海トラフ地震が来てもおかしくないこの地震大国の日本においてその福島第一原発事故で原発っていうのは人間と共存できないものであるっていうことがもうはっきりしたわけじゃないですかですからやはりまあそういう今のなんか電力の体系がいろいろあるんだからそれをすぐに原発ゼロっていうふうにするわけにはいかないとか言ってましたけどまあそれはねちょっとどうかと思うというかやはり原発はあんな危険な原発はもうすぐに え今すぐに全部停止してもう速やかに再生可能エネルギーに移行するっていうことがやはり環境の観点から言ってもその人々の命を守るっていう点で言ってもやはりあらゆる面で言っても正しいことだと思うのでまあそういう意味ではその泉さんともこの点に関してはあの考えは異なるわけなんですがただ事実としてねその立憲がまあその今すぐに原発をあのすぐにその政権取ったら全部停止するっていう立場ではないっていうのがまあ事実としてはあると なので、まあ、玉木さんの発言っていうのは、そういう意味でもかなり、あの、おかしいと。で、それで、まあ、玉木さんは、この国民、いやリ、泉代表とか、まあ、立憲の政策だと、その原発を、ゼロ、原発ゼロっていうことを掲げてんだから、その、え、今原発で働いている人に対して申し訳が立たないみたいなことを言っているわけなんです、く言っているわけなんですが、それ原発を、 そのえー、稼働するのをやめたからといってその原発産業における仕事が全部なくなるわけではないんですよねすぐにそういうわけでは全くないんですよというのもあの原発を廃炉にするっていうのもかなりその雇用を創出することですから原発を廃炉にするためにもかなり時間がかかりますしその作業っていうのはですからそこで働くっていうことは当然できるわけですしさらにその原発に何も固執しなくてもそのエネルギー産業っていう 点で言えばその原発で働いていた人をその原発がなくなった分、当然再エネとかそういうようなところがあのどんどん増えていくでしょうからそういうところであの原発で働いていた人をあの雇用するとかそういうやりようは全然あるんだから何も今の,その原発をもう永遠にずっとその稼働し続けるっていうそういう自民党政権が続けてきた愚かなやり方にねあの以外にもやり方はあるんだからそのなんかあまりにも。 この原,発原発を稼働するのをやめたら、原発で働いている人が全員なんか無職になるみたいな、そういう印象操作はやめたらどうなのかなっていうふうに思いますし、で、まあ、この辺のね、あの原発とかそういうエネルギー産業に関することっていうのは、まあ、大林美香さんっていう方があの結構あの、結構専門的で、それで内閣府で有識者の一人としてあの起用されていたっていうことはあったと思うんですけど、まあ、その方が まあこれも少し前に取り上げましたけど、その国民民主党の玉木代表とかも叩いたことによって、あの中国企業のロゴがちょっと入っていたっていう、あんな単純なミスの問題でですね、ああいう不当なバッシングに玉木さんも加担していたっていうことで、やはり結局、玉木さんって、なんか原発の現場の労働者のことを考えている私に対して、その原発ゼロっていうそういう理想ばっかり掲げて、それより現場の人間はあの困る。 え、理想を押し付ける、その独善的ななんか立憲民主党とか共産党とかいるみたいな、そういう世界観を持ってるのか分かりませんけど、全然そうではないと。む,むしろその原発の、その稼働している原発で働くっていうのは、その現場の労働者を,労働者を危険にさらしているわけなんですから、それはそっちの方がね、労働者のことを全く考えてないでしょうっていうふうに思いますし、で、それってなんでこういうふうに玉木さんが言い続けてるのかっていうと、 まあ当然、その電力系の労組特にその原発関連のえ産業の労組と、まあ国民民主党がべったりだからっていう、まあそういう、それ単純にそういうことなんですよね。まあこれ、この会見でもなんか、 電力系の労使の人たちがその自民党を支持したのはある種仕方ない面もあるみたいなことまで言っていて、いやもう労働者のことを考えたら自民党を支持するなんてありえないし、その今,のその今やっている原発のに関するその稼働している中での原発の仕事っていうのがその人たちの,あの唯一の仕事なわけないですから、そういうふうにそういう、その当然現場で働いている人には何の罪もないですし、そういう腐ったそのまあ連合の吉野会長もそうあのは、まあ、電力系ではなかったかもしれないですけど、ただまあ、 あのそういう自民党とかに甘い顔をして、うう労働者の権利擁護っていう観点からも、かなり問題のある動きをしているっていう点では、こういう電力系の労組のそういう役員とかとも共通する面はあると思うんですけど、やはりそんなに今の仕事に固執しなくても、そのもっと安全なところで、そのより社会を良くする形で働けるっていうところはあるんですから、あのまあ、そういう点でも本当おかしいと思いますし、 あと、それでなんか原発ゼロを目指すって言っただけで、なんか原発のその作業員の仕事を奪おうとしているとかいうふうに非難して、それあの断固反対していくっていうんだったら、だったら、そういうんだったら、その国民民主党も火力発電に関してはもうどんどんえ、えー、撤退して、それであの今地球温暖化が本当ひどい状況ですから、それで温室効果ガスを減らすみたいなことを政策にも書いていると思うんですけど、いや、だったら火力発電の、えー 現場の労働者のことをあなた方は考えてないんですかっていう話にもなるじゃないですか。ですからそういうふうに全くその一貫性のないことを言い続けているっていうのはまあさっき言ったようにその電力系の労組と別体だからだよなっていうふうにまあ言わざるを得ないわけなんですけど、まあ、それでまあ原発の件以外にもなんか立憲民主党は国民民主党の政策を鵜呑みにしろみたいなことも言ってましたけど、まあ、それってなんかほんと独善的というか傲慢にも程があるでしょうっていう話じゃないですか。もうこれ 玉木市場、まあ、立憲に対してなんかすっごい傲慢なこと言い続けているっていうのはもう最近の玉木さんの,あのもう得意技ですけど、ですけどもうその中でも特になんか傲慢な発言だよなっていうふうにこれに関しては思いますよね。で、まあ、なんか自分の政策を他党になんか全部の,のめっていうとか、本当なんか野党共闘以前の共日本共産党みたいな感じですよね。なんか野党共闘する以前の。ですからなんかそ、そういうところってなんか 国民民主党って結局なんか共産党をすっごいなんか叩きまくりますけど結局そ,そういうそのなんか昔の共産党まあ今はそ,そうでもないとは思うんですけど昔の共産党のその独善性っていうのがなんか自分の今の自分になんか投影されてるみたいな感じでそれでなんかちょっと同族権を的にやってるのかなとかまあそんなこともちょっと思ったりもしますけどですからやっぱりそれでなんか岡田幹事長とかは少し前に 国民民主党に対してなんか話し合って合流しようみたいなことを会見で言ったら、なんか新馬幹事長が大きなお世話だっていう風に反発したみたいなことありましたけど、そういうふうにそた、まあ、私は全然国民民主党みたいな政党と立憲が合流するなんてことは、まあ、今の国民民主党の低垂らくを見ていればね、そんなことがなったらもう大混乱になると思いますから、断固反対ですし、まあ あの国民民主党側にもそんな気はさらさらないからその近いうちにそんなことが実現するとは到底思えないんですけど、まあ、そういうことを言うことすら大きなお世話になるんだったらじゃああんたらがその立憲民主党に対してなんか共産党を切れだとか原発ゼロをやめろとですとか改憲、まあ、議論に今すぐこの自民党の不敗政治がある中においても応じようとかそういうことを言い続けることこそやはり大きなお世話だよっていうふうに思いますよね。 ですから、本当にもう土足で自分の主張をなんかでかでかと、相手に対する配慮もなく、もうそういうふうに主張するのは、もう本当にやめたらどうなんだなっていうふうに思いますし、まあ、やっぱりこういう国民民主党にしても、まあ、連合の吉野会長にしても、そういうなんか野党寄りの組織っていうふうにされている中でも、なんか自民党を利するような発言をする、そういう自民党のスパイみたいな、まあ、人間がたくさんいるっていうのは、本当、まあ、困った話だなっていうふうには思いますけどね。